くりした今顔結構準備は OK? ちょっと待ってくださいね、これ上脱がないで何を待つというのあちょっと待ってちょっと露出しすぎじゃないのちょっと気合い入りすぎじゃないのはい、はい、いらっしゃい。あの金沢ポップアップですからね、はい、準備をしていただいておりましたが、はい、あ、それからどこなんですよ。これは H です。あ、H で、はい、あなた買い物上手ですよね。どうですか。あ、わかる、うんうん、かわいいですよね、うん、で、そのタンクが、タンクはアンスクリアです。全然タンク飲まないんですか。あれだね、ちゃんと先が割れてるんだね。はい、ちゃんと。で、カバンが、カバンがカッセルエディションです。うんうんうん、トレーニング重ねも上手ですね、はい、やっぱり。これで金沢行くの。金沢はもちろんです。これでこれで、ね、ていただきます。で、これも全部トップスもいいなんですね。ありがとう、キャミソール。で、このパンツはは H、 はい。あ、買いに行ったの。揃えた揃えた。あなたたち違います。何揃えたの。わざわざ買いに行ってくれたわけ。違います。どっちが、どっち、こっちが短い、長いのか。うんうんうん、でもやっぱシェイプ力は一緒か。マネしばっかりしてくるんです。憧れてんだね。ああなんか悪いの。うん、イヤホン、うん、名刺、うん、あ、すごい、うん、鏡、うん、くし、すごい。ちゃんとこれ伝えてなかったのにちゃんとしてる。準備万端。逆にね、私もそれ何、それ何、なんかの時にみんなでお揃いに買ったんです。ちょっと待って、そうなんだ。でもその黄色の何、本体何、本体見せて。本体ちょっとマジで汚くて。いいよ、5年ぐらい。ちょっと一回いいや、5年ぐらいね、年季入ってるやな。せーの、じゃん。そう、これ元の色って黄色だよね。はい、まとめさんがくださった鍵。よくないちょっと。各地に、そうです、行くたびに動画を集めようっていう、うんうん、はい、もう出発動画を2人には撮ってもらおうと思うので、あと個人的に私がちょっと見させていただきたいんですけど、足使われるじゃん、ポップアップって。マッサージしてる部屋で。あれこれ持って行って、あ、着眼ソックスやら、それを見たいの。足元ですね、グッズを、うん、そう、ちょっと見させて、はい、いただければと思いますので、どうぞ。疲れちゃうので、よろしくお願いします。ありがとう。おはようございます。朝8時、7時15分くらいに集合しました。テンション上げていかない。確かに、ちょっとまだ寝起きなのでね。はい、選びましょうか。確かに。本日もよろしくお願いします。頑張りましょう。いろいろ入れてます。かわいい。あと服ね。はい、こっち服ぞ。そう、はい。で、まあ、おなじみの色ですね。何の色。あ、パック一応。これはお客様からいただきました。はい、金沢のなんだっけ、お菓子
かわいい。そう、これね、後でみんなに分けようと思って、ポップアップメンバーに一人で食べようとしてた実はねこれ何、これはなんか保湿剤でしょ、ヘパソフトね。何それ、いないか、ね、体が、ね、乾燥で、乾燥するもんね、痒い時とかに塗るやつ。私すごい乾燥するので、それね、意外と使える。ヘパソフト、そうで、化粧水もう結構なってるけど、おなじみのみんな使ってるやつ、アクアです ね。で、これももう使いすぎて中身がもうすっからかんになりそうな、クリニック保湿剤。これオージュア、オージュア、オージュアいいですよね。なんだっけ、トリートメント、トリートメント、洗い流さないトリートメント、アウトバスです ね。あのあれ、化粧、そうそう、メイク落としとか知ってるっていう、ね、毎回ね、このセットですからね、アイムヒーローね。そうチャンスじゃん、これこうビシャビシャってやって、シシだ、そう使うやつ、これめちゃ使います、めちゃ使います。ミスト状になってるので化粧の上からでもできるやつみたいな、ホテル乾燥するんで、そう、これね、結構必需品。あと高見ね、高見、おすすめした高見、大きいのあるんだけど今日はちっちゃい、私も入れ替えてきましたね、うん、紹介できる、あの化粧品系とか皆様が気になる、気になりそうなところでめっちゃいいよね、これめっちゃいいですね。あのロロの昔の何でしょう、梱包材が一時期これの時期があって、結構しっかりしてるので、ポップアップで必要なこうハサミとか、こういう硬い名刺とか、あのあんまりこうグニャグニャさせたくないペン、ちょっとそれであんまり可愛いのじゃない、これこれですね、これこれ、間違いない、皆さん気になってるのはこのピンクのところですよ体用の部屋全部出してくじゃん。そうよ、こういうのはね、だんだん行こう、はい、これダムダムのパック、これ一発で白くなるので、顔急ぎの時はこれ、これは日焼け止め、あの届かない背中用、日焼け止め多くない、これは顔用これ、ね、これももうあのカラカラなんですけど、吐く、ね、最近買ったメラノ CC、ね、これめっちゃいいよ、これめっちゃいいです。それはあの乾燥するので、夜ちょっとパサパサするなと思ったらシュッシュって触れる用、これは美容師の時 の、 あのちょっとジャンボコームって言って太いので絡まりとかすごい安い、安い、すごい、お夜はこれです。あ、これパック、セルボーク、これもめっちゃいいです、すごい潤います。何このプチシリーズ、これはあの今回のポップアップ用に、なんかこれとこれがセットで600円ぐらいで売ってたから、これ良さそうと思って買ってみたんですけど、これ割となんかもっちりして私好きでした。ミシャのビタシープラス化粧液ってやつ、あの保湿デイクリーム、あの田中みな実様が使ってるやつ、ちなみにこれも田中みな実様でしょ。あ、そうそう、高見のやつね、じゃん、ロロのオイル、昔の、これなんかもったいなくてずっと全部使えなくて、ちょっとずつ使って、このオイルめっちゃいいのよ、ロロのさ、ノベルティーっていうか、かわいいよね、子供の毛ってさ、なんか全部かわいいよね。あとはこっちお洋服、一緒のやつ、そう、私がおすすめして、そう、あのホリスティックのアイロン、アイロンはもうホリスティックですね。めっちゃいいよね。そう。お待たせしました。ナイトグッズです。ついてる。足。あ、百均の。指にこうやってやるってやつね。そうそうそうだよ。ネイルするときのやつ。あ、ネイルするときのやつ。本来はね。なんかやっぱさ、女性ってこういう靴多いじゃん。うん、で、足のつま先が指がこう開きづらくなるから、で、なんかちょこちょこ使います。いいね。あと、ベリキュット。大事だね。はい。ちょっとこれあんま綺麗じゃないので。ずっと使ってるやつね。そう。トリファコロコロ。リファコロコロ。うおお。これトーンのオイル。ちょっとオイルじゃないや。なんかオイルとミスト一緒になってるやつ。うん、あの体シュッシュってしたいので、なんかベチャベチャってちょっと持ってくるの大変だからシュッシュって軽いやつ持ってきました。とボディークリーム。そんだけ保湿する？ね、私の恥ずかしいじゃん、なんか全然してないの。これ私カナダに住んでた時に、あの保湿がやもう乾燥がすごすぎて、でもなんか強いの怖いから、このベビー用で買ったんですけど、なんかねベタベタせんのよ全然。でもめちゃめちゃ保湿力高くて、携帯とかもすぐ触れるから夜塗っても結構楽、いい、私の夜のお疲れ様グッズでした。ホテルのチェックアウトのタイミングに、はい、なってきましたので、
行きますか。